さあ今日はですね、十条、銀座商店街カルダス、いい商店街やで、ね、これ、はい、だって行列できてるよ、あそこ。いや僕あの、番組で見たことあるお店なんですか、はあ、はあ、俺も一回ブンブブーン、キンキキッズさんの、はいはい、あれで来たな。まあいい商店街やったで、これ大よろしいわあれもうよろしい、よろしい、ブンブブーンとかええねん。いや、事実やから。車ブンブブーンやから。もう今来なよ。すいません、いやいや来ていいのよ。今来な、すいません。いや俺らに思ってるわね、来なよ、今来なやと俺らに思ってるわ、この空。じゃあもう全然気持ちいいツッコミやらしてもてない。は今のオープニングトークも別に突っ込むとこないし。いやもうこう来たことあるわ、行列できてる、ブンブブンで来たわ、うん、何にも突っ込まれん。そのオープニングに関してはお前もう一言も喋ってんやというボケやん、うん、いや別にそんなんよ、庶民的なところでねとか。あいつじゃあ今日はもう俺突っ込みたいから。ほんで僕は突っ込みたいワードも決めてきてるから。出た、またこの病気。その突っ込みがパチンとはまるような感じでボケていってください。何年かに一遍来るな、この病気。久々に来たの、久しぶりに来たな。何秒やろ。あ、行きましょう。商店街ですよね。商店街は今ね、はぁ、なるほど、ね、これでもなんかいろいろなぁ、ほら、えすごいわ。どれですか。金の。あ、金がね、そう、相場が書いてますね。あ、ちょっと行ってみようか。いや、そっちちゃうこっちや。なんこっち金を取り扱ってる。恥ずかしくなる企画だったし。恥ずかしならんでええよ、どんどんボケていったら気持ちよく突っ込むから。気持ちいいかもしらんけど、こっちははずいやんか。はずない、面白いことするから。面白いことしたな。面白いことした。絶対こっちやもん。テレビと一緒だね。あ、ありがとうございます。ああ、どうも。僕一番面白い。あ、僕一番面白い。ありがとうございます。旦那さん大好き。ありがとうございます。旦那さん。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そっちちゃう、こっちや。そっちちゃう。どんどん行ってよ。いや、違う違う違う、そういうこと、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。そっちちゃう。そっちちゃう、お題変えようとすな。こんにちは。あ、どうもこんにちは。こんにちは。帰らせていこう。こんにちは。かわいい。こんにちは。めちゃくちゃかわいいですね。そっちちゃう。いや、そっちちゃうって言ったんだね。YouTube なんですよ。YouTube で。何歳ですか。そっちちゃう。そっちちゃう、あっちや。聞き方。だめ。1歳。1歳。かわいいですね。お題もどんどん変わるよ。いや、なるほど。すいません、狭いわ。すいません。いや、キムタクみたいに略すな。キムタクみたいに略せてんのか、それ。こんにちは。いや、キムタクみたいに略すな。お名前なんておっしゃるんですか、この子は。しゅうきです。しゅうき、名字は。柿崎です。柿崎しゅうき。柿しゅう。柿しゅうですか。いや、ちゃんとキムタクみたいに略すな。さよなら。本来のキムタクの略し方すな。姫マスがあるわ。いや、姫つ柄マスク、姫マス言うな。キムタクみたいな略すな。ガチャあるやん。いや、ガチャガチャのこと、ガチャということでキムタクみたいになるか。一応審査をされる。当たり前や、なんでわかんでも。なんでわかんでもその通り突っ込まんよ。カトセゴやな。え、カトセゴやな。ここの店カトセゴやな。カト？カトセゴ。カトセゴ？カトセゴで。え？カトセゴやな。カトセゴ。安いな。ブロコミで？いやいや、ブロコミがキムタクみたいに略すな。ブロコミ。あ、この店はね、テリー島の。いや、テリー島の唐揚げの天才や。キムタクみたいに略すな。三茶にもあんねん。いや、三軒茶屋をキムタクみたいに略すな。それもそうだね。またまた採用してくれんねん。ねえ、ほんまに三茶にあるから。ちょっと宝くじ買うわ。ちょいちょい出ますね、それ。
ワンニャンスクラッチ、50枚。いや、キムタクみたいに略せ。ワンスクって全然言わへんやん。チェーマンね。いや、その業界用語やそれ、ただの。キムタクみたいに略してるみたいに言うな。ワンニャンスクラッチ、スクラッチカード10枚2000円を5個買って1万円分。これ1等で何本ですか？300万円です。300万円。そしてキムタクの三つ星取ろうって。いや知らんわ。知らんわ。キムタクみたいには略してないやないか。キムタクの所作。これちょっとチャクラ後で削ってくれる。いやキムタクのハンバーガーの持ち方。所作すな。キムタクさん。所作すな。所作すなって出てないから。所作すな。呼ぶときコンコン鳴らす所作すな。年配の方とかジュニアさん俳句見てますよってプレッシャーバトル見てる人多いんですよ。いやプレバトのことプレッシャーバトルをキムタクみたいに略してたん知らんかった。プレッシャーバトルやったあれ。もうプレバトやった。知らんかった。そうや浜田は浜田雅俊さんキムタクみたいに略すな。夏井さんが夏井さんね先生キムタクみたいに略すなそれ。オリジンはオリジンなのかな。オリジンはオリジンや。略したわけじゃない。略してない。でもキッチンついてる。キッチンオリジンやから。でもそれから出そうですね。オリジナルから。いやキムタクみたいに略してるかどうか考察すな。一個一個ちゃんと言ってくれるな。ロボン。店員の方に手を振る。いや、池の水全部抜くみたいに言えてへんわ。アナウンスに耳を傾ける。池の水全部抜くみたいに言うな。店のことは全部抜くだろ。いや、池の水全部抜くみたいに言うなよ。なんで店のことは全部食べる。何やったっけって完璧みんなよ。でもあそこみんな美味しそうやで。牛の肉のピリ辛を煮込む。いや、なんとか池の水全部抜くみたいに言おうとすな。いやもう商店街来てんのに歩いてるだけやん。もう腹の減りを少し満たす。いやいや池の水全部抜くみたいに言うな。お腹減ったなでええがな。マイバスケットってこう東京だけですもんね。あマイバスケね。あマイバスケ。ひらがなで名前。キムタクみたいに訳すなって言ってたやつがマイバスねって言ったけど。普通に。キムタクみたいに訳したいんだよ。いやいやそれやったらそん時言うてくれんと。キムタクみたいに訳すなって。いやじゃあなんかわざとかなうんだから。四歩ぐらい普通に行ったらこれすごいな。全く意識してなかった。入りましょうか。失礼します。こんにちは。こんにちは。どうしよう。はい。レモン泡立て。いや、新しいタイみたいに言うな。どんなタイや、レモン泡立てって。ナマスダチ崩し。いや、新しいタイみたいに言うな。どう入ってんねんそれ。このいろり瓶にしようかな俺。いや新しいタイみたいに言うな。書いてある。書いてあるやつそのまま新しいタイみたいなやつ書くな。店に言うとくわ。いいなこの昼間からいいなね立ち飲みでね、名前知らんなタイプ。いや雰囲気でええのよ雰囲気で。なんとなく新メニューの馬叩きとか。いや違う、新しいタイみたいに言うな。何や馬叩きって。新メニュー新メニューであるから、うん、この醤油じゃなくて僕ちょっとこだわってるから生醤油ないですか、ね、いや古くからあるタイみたいに言うな。これなんか組み合わせてネギトロの揚げ出しとかできないんですか。いや新しいタイみたいに言うな。どう入れてんねんぞ。
新ナットロロはね新しいタイみたいなの書くな全部通ったどうしようこれね、変わったよメニューが豊富ですからねそう、だからこれもうどうせあれでしょ YouTube のお金でしょ、はい、生ウニータとかいや、ロシア人の名前みたいに言うな生ウニータとかも食べたいな、ね、これもね、ちくわの磯辺揚げコフスキーもなロシア人の名前みたいに言うなお疲れでしたいやいや、ロシアの言い方すなお疲れでしたスパシーバいや、ロシアの言い方すな板わさびっちとかもいやいやロシア人の名前みたいに言うなもう最近だって行けてないんすからね行ってない、まあ、今もなんか行ってもええ言われてんのにはいなあなんかい飲みに行こうっていう習慣がなくなってますからいやもう俺これを皮切りに結構行ってるよあそうですか外食ですけどね最高やわ、うんね、店で飲むお酒じゃあな行かなあかんわもっとイコールボブチャンチンやないやロシア人の名前みたいに言うなこれも終わりで飯行くってほんま数回しかなかったですもんねこの YouTube の始めた時がもうコロナでさそうやなはし上げ取りますいやそんなんでスタッフ喜べへんぞ料理の箸上げやったら分かるけどレモンチューハイのレモン箸上げってなんやねんスタッフ喜ばへんぞ、はい、いやそんなんでスタッフ喜べへんぞ映りやすいようにちゃんとこっち向けるていや親にいや親にやっぱ生おいしいないやちゃんとメーカー隠して飲むってそんなんでスタッフ喜ばへんぞなあスポンサーのこと考慮してる風にしてるけどスタッフ喜ばへんぞ。ちょうどちょうどお前こんなん書いてお前どうすんねんほんまにお前いやそんなスタッフのいじり方しても喜ばへんぞ宮根さん的ないや宮根さんやってんのか知らんけどすいませんすいませんおすすめの金目刺しと大イカの刺身ですやったーありがとうございますすいませんすごい、うん、お兄さんなんかすごい YouTuber とかで活躍しそうな顔してますねいやそんなん言うて店側のスタッフ喜ばへんぞなんで撮影クルーのスタッフちゃうねんいやそのスタッフお俳優え、事務所所属役者さんしてんの？はい、YouTube 顔やな、お前いやいや、喜ばへんどYouTube 顔いや、それテレビだったりね映画だったりの方が嬉しいよねいやいや今の若い子の、なんかシュッとした感じというかねありがとうございます、ね、じゃあ、一瞬マスク取ってもらいます？いや、そんなんで視聴者喜ばへんいや、イケメンよ、これいや、イケメンやけどそれでも喜ぶ人はいるよないやイケメンやけどあ、まあ、お店の人ですよ、ね、よかったら私服に着替えてくれええわ喜ばへんど視聴者あのお願いなんですけど今からお家行かせてもらっていやいやええわええねんもう番組がまた変わってくるでしょほんでいただきます、いただきますでちょうど龍馬はこれ何個も食べやすい、うん、あそれは喜ぶとゲソうんうまいうますぎてゲソにしますわいや、全員喜ばへんぞそれスタッフどころか見てる人も全員ゲソもチャンネル登録よろしくお願いしますこれちょっとチャクラ後で削ってくれるいや、キムタクのハンバーガーの持ち方所作すな所作すな